脾臓は循環器系内に組み込まれた臓器である。一家の記述は特に断りがない限り人の脾臓について記述する。人体の左の上腹部にあり、髪型は横隔膜に内側は左の腎臓と接している。前方には胃が存在する。肋骨の元に隠れており、通常は体表からは触れない。脾臓の大きさは長さ1 2トル 幅7 5センチメートル、厚さ5センチメートル程度で、腎臓のような空豆に似た形をしている。重量は100から2 0 0ム程度と、内部に流れ込んでいる。血液量で変化する。柔らかく、色は、暗赤色、赤紫色、レンガ色である。左用網動脈が胃の後で膵臓の上縁に沿って、左側に入り非動脈となる。このため、 水臓んなどで水臓の微部を摘出する際は栄養動脈である。非動脈が失われるため、秘臓も一緒に摘出することがある。秘臓の表面は白く厚い皮膜で覆われている。この皮膜が非動脈に沿って、秘臓の内部まで入り込み、ひばら柱という構造を形成する。このひばら柱はさらに秘臓の実質内で、柱毛と呼ばれる網目状になり、 感激を秘蔵実質である白肥髄、赤肥髄が埋めている。ヒバラを走らないを通る動脈は、白肥髄の中心を通る肥髄動脈へ分岐する。白肥髄は、白い繁盛組織で、細胞繊維組織の間に、血液中を移動してきたリンパ球など免疫を、司る血球が集まっている。動脈は、さらに細くなり、末梢が赤肥髄に入る。赤肥髄は、 細毛繊維組織である、秘策と細長い袋状に見える、毛細血管の皮道からなる赤い組織で、皮道には赤血球が充満している。動内皮道のないには、細毛内皮系が集まり、これらの活動によって、赤皮髄には、ヘモジデリンの沈着が見られる。皮道中には、時には、造血管細胞が見られる。皮道中の血液は、静脈血となってヒバラ柱静脈。 非常脈を経て門脈へ流れるが、一部の血液は中心動脈から直接肥動へ入っている。こうした重要な機能も循環器系の一部で機能の代替が行えるため、手術等によって脾臓を失っても直ちに致死することはない。脾臓への動脈が未発達な若年などが急激な運動などをすると脾臓中の血液が 一斉に体内に送り出されて一時的な拒絶となり、脇腹の痛みとして感じることがある。いわゆる五臓六腑の一つである、火は、脾臓とは異なる。五臓の火は主に消化吸収などを担っており、解剖学的に対応する臓器はむしろ、水臓である。これは、脾臓と水臓を別の臓とは考えず、一つの臓と考えられていたのではないかという説も、 あるが、正確な理由は、現在も分かっていない。膵臓は、黄色い組織であるため、死亡と考えられて肥臓に、膵臓の機能が割り当てられた可能性もある。肥臓が何らかの原因で大きくなってしまった状態を、皮腫と言う。原因としては、肝硬変などによる、門脈薬圧更新症、白血病、骨膵臓殖性疾患、感染症などの新純性疾患の2種がある。 皮脂がが、名になると、脾臓の機能がこ,このような状態では対処法として手術によって脾臓を摘出することがある。生科学辞典、第2版 P1042 脾臓東京医科歯科大学ウェブありがとうございます。